どうも、おはこんばんにちは。おー、爆弾を取ってしまった。オービドアです。さて、ピカレルの村でまだ行ってない場所があったことに気づいたので、そこを今攻略しようと思っています。前回の続きですね。そのまま言うと。なので、行ってみようと思います。ちなみに前回でレーダーを手に入れたので、隠し通路があったらなんか知らせてくれるっぽいぞ。下に落ちてしまった。お、グリーンヒット。爆弾使うからね。R2個したことないぜ。よし、ここ。あ、射程内って出てるしね。思いっきりここで爆弾だろうな。なかったらとりあえず引けなかったとか。すいや。そして、まだ射程内って出ているんだけど、あ、これを取っていないから射程内ってことか。てか、これ、あれかな、ブラッドストーンがあるところを指し示しているのかな。これ、ブラッドストーンだっけ、名前。ちょっとど忘れだよ。まだあるね。うん。46、見つけた場所。あと一つは外なんだよね。そうか。じゃあ、ブラッドストーンがどこにあるかを示してくれるだけで、他のはちょっと見せてくれないってことか。これてっきり隠し通路系は全部見せてくれるのかな、これでって思ってたんだけど、そういうことではないみたいだね。まあ、オッケー。つまり、ここら辺に隠し通路があったらアウトってことかな。わかった。ちなみにこれ、割れるんだっけ？これで。あ、割れるね。おもちゃの兵隊だ。20コインになるだろう。あ、なるほど。一応何かあったんだね。お金にはなると。オッケー。ブラッドストーンも結構溜まったんだけど、多分あと1個ぐらいないと、せめてあと1個だよね。ないと、あの下のゾーラみたいなやつは何もくれないと思うんだ。あいつがめついからな。ここ別に普通に行かせてくれてもいいと思うんだけど、俺は。こいつをこれで倒したいんだけど、なかなか、こういうようにないな。あさっての方向行ってるね。よし。結果おれ、結果おれ。あー、コインか。うん、こっから泳いで帰れなくてはいけないのかな。ゲーム泳ぐと大体死ぬんだよな。ギリギリから。ここら辺だよね、確か。よし、いける。頑張れ、主人公。よし。さて、ちょっと待機。HP がギリギリだから。HP じゃない、スタミナ。このスタミナは本当、後々上がるのかな？例えば、なんかできそうな、あれだよね。あ、ダメだね。ここにいるからね。あのゾーラに聞いて、クレネが聞いてみよう。どうせまた、まだちょっと足りないんだよねって言われるんだろうけど。あ。そうか。気をくれないのか、お前。だと思ったさ。ちくしょう。15になったらまた来てみましょう。15じゃなかったらもう20だよね。ちょっと今思ったのですが、上のブラッドストーンが取れなかった場所。あれ、爆弾投げたら取れるんじゃね？爆弾ではダメだろうか。爆弾では割れないかな。あそこじゃないですか。こんな感じで当てられないかなと思ったんだけど。青。やはり無理か。そうか、やはり無理かな。てか、石が落ちてきたよ。そこ本当どうやって行くんだろうね。もしかしたらもう行けるんだけど、俺が行き方わからないだけっていう可能性も高いし。
あとあそこランタンが浮いてるな。あっちから一旦行っても、ちょっとどうやって行くのか分かんないしな。どうやって出るんだろう、あそこ。やば、降りられる。俺覚えてないぞ。で、まあ、酒場でネズミとか出たところで、だけだよな。どうやってあそこのブラッドストーン通るんだろうね。あれ取れれば、ちょうど15なんだけれど。さて、悩んでもしょうがないので、次の場所へ行ってしまいましょう。大いなる森だったかな。とうとう地のエンブレムを手に入れることになるっぽいぞ。まあ、俺がね、俺がちょっと引っかかったりとかしなければ、すぐ取れるんじゃないかなと思うんだけど。地図を開く。で、いわば、ウィンナル森、ここ。そこなんだ、俺が行きたいの。主人公、船の外でもこれ使えばいいのにね。残念ながら、ゲームの都合上、そうはいかない。で、この、移動中に爆弾を大量に手に入るのがいいですね。こういうものをちゃんと壊していけば。あの浮いてる島、いつか行けるようになるんだろうな。どうやって行くんだろう。後々、空飛ぶ船というか、なんというか、空飛ぶ手段みたいなのが手に入るのかな。じゃないと、あの上まで行けないですよね。まあ、何かしらのワープとかの移動手段があるのかもしれないけれど。お金。次の目標は1000ですね、お金。それでハートを手に入れたいかなと思うんですけど、またこういう冒険に役立つようなアイテムが売り出されない限りはそれで大丈夫だと思うんだけどね。ハートがあるに越したことはないからね。スキルアタックです。爆弾で壁を10回破壊。森の神殿の呪いを解く。うん、今はこのペルタコンティネントが今はこの小さな島が残ります。深くは森の神殿の呪いを解く。詳しく説明時間、暗号の近くがする。プロポーション。この森危険。さようか。もっと危険なのは、あの序盤にいるガメツイゾーラだよ。しかし、ここに泳いで渡れるけど、多分何もないよな。例えばここ表示されるの？ああ表示されない。4つなのか。あ、でもいいよね、ちゃんと表示されるって。それが分かるだけでもだいぶ違うよね。あとこれ読めないんだけど、どういうこと？バグってるわけではない。こういうところが全く聞き方が分からないんだね。こういうのは多分だからジャンプかなんか覚えると思うんだよね。前にもこういうところあってね、あの聞かれるかは覚えていないんですけど、こういうところ結構あるんだよな。なんか行けそうで行けないみたいなところ、多分ジャンプとか登るとかみたいなとか。怪しげな果樹園聞きたくねえな。ジャンプか登る掴んで登るみたいな能力覚えると思うんだよね。確かに果樹園来たぞ。おお、このこういう曲好きだ俺。こういうやつ何壊せるって違うよね。ただああいう形状をしているだけってことだよね。タバコがある方向ここへ行ってみよう。うん、射程内って出ているな。射程内とは出ているが、どこだかをわからない。あっちってことかな。違うな、射程内をこっちの方へ来た時に出ている。この上ってことかな、場所的には。地のエンブレムの祝福を受けた森の神殿に続く道である。だが鍵がない。
この歌いいな、好きだわ、こういうの。いまいちどこにあるのかわからん。この上だろうか。場所的にはそれっぽくはあるけど。これアイテムチェンジのためのか。別に違うアイテムないけれど、ここら辺でまだ反応があるならここら辺にあるんだろうけど、射程内とりあえず置いてみるか。ほう、まあここしかないかなと思ったけど偶然ですからね。とりあえず一つ手に入れたぞ。もう一つはどこにあるか分かる。残るは二つか。鍵、普通の鍵を手に入れた。 OK。 ここ蝶々がいるからちょっと使ってみよう。違うだろうけど、違うね。いろいろガングってしまう。とりあえずブラッドストーンこれで15なんだけれど、ゾーラのところには後で行きましょう。何がもらえるか分からないからね。下手するとお金っていう可能性もあるんだけど、お金ならとりあえずはあれば助かる。逆にお金じゃなくて俺的には経験値の方が助かるんだけどね。よし、とりあえず一つの門を開けたぞ。なんかあるで。ちょっとあっちに行く前にこちらをしてみよう。これか。爆弾を使わないと進めなせんよってことだと思うよ。いや、でも丸ごとね、壊す必要性はなかったけど。あ、ここか。おー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 。違うんや。お前に当てようと思ったんや。いや。よし。なんやかんやでかなり経験値が溜まっているな。25コインか。スタミナ本当上がらないのかな。なんか上がりそうな雰囲気ではあるんだけどね、少なすぎるもんね。何かしら道具とか手に入れたな。さて、ミスター、あの音がしたときはアウトってことかな。これで、あ、やべえ、落ちちゃったよ。普通にこういうこと？何のひねりも特になかったな。逆にあそこだと段差があってなんか通れないのかなとか思ったんだけど、そんなことは一切なかった。ポイント。こういうことだよね。これも間違って壊してしまったらアウトだから、あの時計マークがあるってことかな。さて、ここはなんだ？レバーがある。あ、普通に操作できるんだ。てっきり魔法を使って操作するのかなとちょっと思ったんだけど。普通やね。ここが神殿？神殿といった雰囲気ではないけど、洞窟か。だよね。神殿はもっとなんか、ちゃんと、できているって言うとおかしいけど、ちゃんとしたところじゃないとね。コインがあるね。あのまま進むと落ちてしまうな。これを操作してあげろってことか。
これ何のために罠があるんだ。ちっけ、ここあるってことは、あんなところに爆弾入るんだね。こうやりたかったんだけど、ダメだ、失敗してしまった。まあいいだろう。さて、ここには爆弾が必要だろうな。普通にここに置いて進む。あの下消えてるっぽいんだけれど、アイテムでもあるのかしら。でも間に合わないよね。下になんかあるっぽいんだけどな。別に反応してなかったしな、レーダー。ブラッドストーンではあったとしても、なブラッド、何かあそこにアイテムがあってもブラッドストーンではない。おお、鍵を持っている。しかもその鍵を手に入れた。倒したのか。てっきり生き返るのかなってちょっと。取った普通の鍵をそこで使ってしまう。なんか盾持ったおっちゃんいるな、そこ。おう、そうか、ごめんね。おおおおおお、なんか飛んでったぞあいつ。これ爆弾で相手をしたのが悪かったのかな。なんだか初ボス戦だった感じだよね。明らかにね、HP とか表示されたんだけど、俺爆弾投げまくって相手にしなかったからね、多分、剣で戦うと面白いタイプの敵だったんだろうな。ごめんね。ごめんね、なんかあいつに悪いな。あいつにちょっと悪かった、俺。なんかボス来たら、とりあえず爆弾投げようと思ってたんだ俺。通じるかどうか。通じたからそのまんまね、続けてしまったんだ俺。正直悪かった。なんかレバーあるで。これもともと操作してないと開いてなかったとか。主人公力強いな。で、神殿の中入りましょう。あいつ何だったんだろうね。俺の神殿外部。おお、ミュージックが、ミュージックがゼルダにしか聞こえねえ。いや俺大好きだけど、こういうミュージックね、大好きだけどゼルダにしか聞こえないな。本当ゼルダをリスペクトしたゲームですからね。しかし制作者のゼルダ愛が伝わってきますね。おお、なんかいる。あ、仮面部分はダメージが入らないよってことかな。ぽいね。要は爆弾とか投げる系のもので倒せってことかな。ぽいね。仮面を剥いだらぶっただけだな。オッケー。900か。あと100でレベルアップ。こういうようを見ると壊せそうな気がするよね。なんか壊れたけど、何、箱でもあったのか。壊れたよね。エンベレの日の絵のうちはこの先っていうか、知らせてくれるんだね。あれだよね、弓とか当てるものかな。弓手に入るのかな。最初の方にも、ティカレルの村でだったかな。こういう感じの何かありましたよね。おぉ。まあ。すいや。とりあえず倒した。で、こっちに行けばいいんだな。とりあえず。アイテムはと。アイテムというかお金。そうじゃね。ダメか。そうか。爆弾がゼロなんだから、これで回復できないのか。
何あれ、あ、ランタンか。たまに落ちてくるんだね。よし、全くいらないものしか落ちてこない。ハートはまあまあ必要だったけど。やはり爆弾ですか。よし、あいつを倒すのにぶっちゃけ爆弾が必要な感じ。うん、やはり弓矢的な道具を手に入れないといけないと思うんだ俺。普通の鍵を手に入れた。鍵を手に入れて違う方向行けってことだな多分。しかし盾で敵を突き飛ばせっていうのがあるけれど、チャレンジで全く取れないよねっていうか、盾で敵をどうやって突き飛ばすんだってはちょっと思うんだよね。今鍵を手に入れたけど、どこで使うんだ。使う用の場所はここか。ましたね。緑の宝箱に特別な鍵が入ってる。この鍵は手が届かない場所にある扉を開き、とてつもないパワーをもたらす。それを取ってこいってことだな。わかった。さて、といったところですが、今回はここまで。では次回は、このダンジョンの残りを探索していこうと思います。ではまた次回、褒美童話でした。